もしもし、かほこです。はい、今日は何をするかっていうと、私ね、急に黒髪にしたいなって思ってきて、すっごい髪がね、汚いの、私の髪色。閲覧注意だけど、ちょっと見てください。いきますよ。でるん、やばくない？超汚いの。恥ずかしい。やっぱり金髪が一番好きなんですけど、すぐねプリンになっちゃって汚らしいっていうか、ちょっと不潔な印象をね与えてしまうと思うので、今回は私があんまりやったことない黒髪にしていきたいと思います。もうね、ケンダル・ジェンナーさんとかカイリー・ジェンナーさんの黒髪がすごい眩しくて、もうすっごい綺麗じゃないですか。だから私も黒髪にしたいなって思った。ということで、早速近くのね、札ドラに行きたいと思います。札ドラというのは、札幌ドラッグストアっていうツルハみたいな感じですね。早速行ってきまーす。目が死ぬ。ただいまー。札ドラ。今回は2つ購入しました。次のカラーリングで明るくできるよっていう、そういうものらしいので、あとボタニカルオイル配合ツヤツヤ発色って書いてるので、多分いいかなって思います。はい、このパッケージの女性みたいになれたら絶対にモテるのになって思う。ビューティー。では早速髪染めていきます。ケンダルジェナー、ケンダルジェナー、プリケチュカンプリケチュタピキャピー、なんて読みません。え、次どこ行く？インディー乗る？タワチェラはこっちだからインディーのが近いかもしれない。え、マーメンドラグーン行く？それともアラビアンコースト行く？え、どっち行く？え、ミッキーにも会いたいし、ミッキーってどこにいるの？これすごい簡単だわ。このやつをこのやつに入れるだけ。オーマイガー、オーマイガー、うん、いい匂いする、うん、あ、すっきり、すっきりした。あ、飛んでっちゃった。シャッフルしてきます。エキサイティング。そしたらこれをね、つけますね。装着。ナイス。ブブー。付属の手袋をね、つけてきます。カホコ、行きまーす。あ、冷たい。ケンダルジェンナ。あ、視界がすごい良好。ポチのゲロ。あとはもう適当に髪の毛につける。鏡も見ないでやってるからね、自分の勘に任せる。七色の風に吹かれて、遠い岬を目指してた夜明け前。ちょっとさすがに鏡見てきてもいい？全然わかんない。なんか一個で足りる気がしてきた。すごいコスパいいね。本当にびっくりした。もう一個は視聴者プレゼントで。やだ。プロになってきたもん。もう出し方がこう もみ込んだ方がいいよね。もみもみも、髪洗う感じで。こんなもんしょ、マジで。どうすか、どうすか、どうすか。では洗い流してきます。どうですか？これでも頑張ってケンダル・ジェンナーさんとかカイリー・ジェンナーさんのお写真を見ながらね、メイクしてみたんですけど、この髪色に合うように、いかがでしょうか？で、私は黒染めレベルマックスみたいなやつの2番目のやつを買ったのね。だからそこまで黒くないと思うんだけど、どうかな。ちょっとやっぱりムラがあるよね。
明るかったところがちゃんと黒く入りきれてないんだけれども、プリンだったところもすごく綺麗になって、少しだけ清潔感が出てきたかなって個人的に思います。私はもうこれ以上黙っていられはしない。なんかカラコン外した方がいい感じかなと思ってちょっと外してきました。はい、ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。